皆さんこんにちは。こんにちは。テレビアイザーズのキロス。長崎です。今日はですね、昨年に引き続き、はい、おこれどこですか。CP プラス。CP プラス。2024。はい。で今年は公演もするんですね。公演、うん、そうなんです、ね。もう半ばみんな飽きている公演をちょっとしていこうかと。誰が飽きてる。扉を開けたら誰もいないっていう。あ怖い。やめて。ちょっと想像していますけど。まあ、機材見させていただいて YouTube の撮影をさせていただいたんですけど、うん、ちょっとね、気になったものを先に、うん、YouTube で出すより先に、うん、機材ばっかねそうボリュームが変わっちゃうから真ん中にしたいけどそうどうしてもこっちにつけてくださいとかっていう時があるんですけど、あとはね、じゃあ今日今からどうしますか、はい、CP プラスに来たら、はい、機材見たいぞ、大好きなんですね、はい、なんでちょっと行ってみようかと思います。はい。聞くところによると出展してる企業の数が去年より倍増えたんです、ね、人も増えた初日だからかもしれないですね。いやでも初日平日よ、平日ですよね。土日になったらこれもっとすごいことになるんじゃないかな。最初なんかめぼしいものがあるようなないような、おもむろにこちらに歩いて行ってますが、はい、今年も一発目はどうです、はい、シグマさんでシグマ、あ今年も並んでますね。すごいねこれ。これ家こういう風にしたいんでしょいいですね、夢ありますね。さあ今年もですね、はい、やってきたはいいんですが、はい、ノーアポです。ノーアポすみません、ちょっといいですか、あのテレビ朝日映像撮影部という YouTube をやってるものなんですけど、お世話になっております。すみません、去年急に来ていろいろご対応いただいたことをいいことに新しい商品ってあったりしますか。そうですね、ちょっとデカめのなんですけど、はいはいはい、見せていただくことってもちろんもちろん、すごい、うわなんだこれ、はい、うわあこれ500ミリ。これ500なんですか。ちっちゃいですね。ちっちゃいなこれ。E マウントなんですね。E マウントとあの L マウント、ライトさんとパナソニックさんとシグマも使える L マウント2種類用意してます。これ F はいくつなんですか。F が 5.6 ですね。あの投資で、まあ、5.6 に絞ったことでかなりコンパクトに実現できました。あの絞り感がついてたりですとか、スイッチ、手ブレ補正の調整とか、いろんなあのポーズに欠かせない機能は漏らさずつけてますので、かなりおすすめです。手持ちで応援が取れるっていう。わわわわ、すごい。出た出た。これは通常の F4。F4 で。あ、でもこっちの方がいいな、じゃあ。これはすごいね。これは企業努力ですね。半分ぐらいになってますね。これ、まあ、スポーツやってる人とか、まあ、例えば野鳥を撮りたい人とか、はいはい、こんなにコンパクトだったらいいですね。これはいいと思いますよ。でここの 5.6 をどう思うかですね。そこですね。そこだけでしょうね、多分。ちっちゃいからですか。まあ、ちっちゃい、そうだね。レンズって1本だけ持てばいいわけじゃないじゃないですか。いくつか持っていきたい、でもよりも撮りたいってなってくると、これがこんなだと本当持ち運ぶのだけで大変ですもんね。まあしまえばね、しまうときはまあこういうこのサイズになるってことですからね。ちっちゃいよこれ。この F 値をこだわる方と、まあ、少し 5.6 でも使えるという方であればもう断然こちらですね。外ならまあ、はい、全然ね。これ F 以外ではこの差はないんですか。まあ、手ブレの段数もこちらも、4段になりますし、さあないです。おーすごい。いやこれちょっとね、スチールやってる人ももちろん動画やってる人も、うん、なんか使ってみたくなるレンズですね。ちょっとびっくりしました ね。いつもはあの絞りリングスポーツタイプではつけていないんですが、うん、機動性を重視しまして、うん、すぐ絞り変えていただけるようなリングをあえてつけました、うんうん。絞りが前にあるのってどうなの？ちょっと使ってみてください。あでも、うん、そんなにストレスないかな。ストレス俺ら的には手前にあるけど、はい、そうですね、これ前にあるじゃないですか、はい、結局、まあ、単焦点なんで、うん、フォーカスは、うん、あのズーム使わないじゃないですか、うん、だからフォーカスとアイリスって意味では、うん、まあ多分慣れれば、うん、そこまで違和感はないと思います、うんうん。これ今手ブレはオプティカルスタビライザー1です、ね、1です。
まあ、揺れるけどいい方ですね、これ。呼吸すればまあ当然揺れるんだけど、にしても大丈夫ですね。清さん、向こうに立ってもらってもいいですか。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、いいですね、うん、これいいっしょ。いや、この軽さは見かけからもういいっすよね、これ ね。いや、これはすごい。これだからシグマさん好きです。お、このリュックかっこいいな。リュックかっこいいっすよね。お、こんなのあんの今。ちょっとこれ目引きました。国内製のカメラバッグって、うん、ちょっともったりしたしてる、いわゆるカメラをやってる人が持ってる、うん、ちょっとおじさんっぽいようなイメージあったじゃないですか、うん、これ全然、これいいな。ちょっと海外メーカーのカメラバッグみたいに感じません？うんうん、これしょってなんかチャリ乗ってるみたいな、なんかそんな感じがするな。かっこいいっすね。いいですね、こういう、はいはいはい、これちょっと強くなってるみたいな、はいはいはい、あ、これ結構いいぞ、これ、まあ、いいね、これ素材感はいいね。かなりデザインかっこいいですよね、これ。 ありがとうございます。トイラのクラスだと、まあ、ハイエンドのユーザーの方で、まあ、よく写真撮りに行かれる方をもうメインとしているのがあるのと、あと最近はもうミラーレスとかなんで、はいはいはい、小さいショルダータイプのところも用意しています。素材もかなり強めの素材ですよね、はい、このデザイン見れば分かる通り、あの X パックっていう材質のものを使っているので、はいはいはい、丈夫で破れにくい、ただ撥水性もあるということで、結構この材質の部分だけでちょっとお値段結構上がっております。かなりスタイリッシュで、はい、デザイン性もね優れてていいですね。ちょっと気になったのがこれマグネットで どうやって外すのか分かんないんですけど、実は逆に簡単でこうなんですよ。おいいね、マグネットでこう、おあ、面白い。実は簡単なんだこれ、マグネットになって、すげえいいじゃんこれ。おお、いいね、これ片手でもいけるんじゃないですか。あ、いけるな、止め方分かればもう片手でいけるよ。あ、これすげえ、これはでもかなり早いですよね、はい、早い。ちょっと見ていいですか、はい、こういうリュックはね、取り出しやすさが一番なんですよ。こうでいいですか、はい、あ、やっぱそうだ。で、今、うん、開けたように普通なんかここまで、はいはい、ファスナーがあった方がいいんじゃないのっていうけども、はい、実はあえてこのようにして取り出しやすさを優先したので、ここにもつけないようにしてますね、うん、レンズチェンジしたいときめちゃめちゃ早くやりたいから、これ開けてババババババガン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 みたいな感じができるからいいんですよ、こういうのが。そうです、うん、わざわざこの大きい方開けて、うん、レンズ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 で落としちゃったってことはないから、やっぱこういう作りってのは非常にいいですよね。って落としたんですけど僕は昔、はい、怒られましたけどね。非常にこれいいですね。あ、これもね、背中から開く。これはまあ一応ハイエンドモデルですけど、はい、これ以外のハイエンドモデルじゃないものとか、なんかさらに新しく出る予定だったり出るものとかあるんですか？これから出るものがございます。こちらです。今やっぱりあの野鳥とかを撮りに行くときには、はいはい、やっぱりなんか独特の形してますね。大きいやっぱりレンズがどうしても必要になるので、はい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 、それをもうスパッと入れられるようにレンズトレッカーと言いますよね。このわさっき他のメーカーさんで 500mm の、はい、あのレンズを見てきたんですけど、はい、まさにそれがスポット、そうです、はい、カメラも一緒につけたまんまでもいける、うん、なってます。これまあ要はレンズのくぼみの部分がここに来るような形なんですね。はい、でくぼみがあるんで、はい、そのスペースを利用してここに他のアクセサリーを入れるようにもなっております。わかります？
この要はこのくぼみが単なるクッションだけじゃなくてスペーサーになってるんですね。そうです。すげえ。バッテリー入れたりとか、はい、そうです、ね。何かを入れたりとかってことができると、はい。できます、ね。できます。すごいね。これなんすかこれ。取っ手がついてます。取っ手が、はあ、なんだこれ。写真家さんのご意見をいただいた上でこういうのがあったらいいんじゃないかっていうのが作りまして。これ必要ですかね。これどういう使い方によるんじゃないですか。こうやってレンズ交換するときにこれが台になるんです。あ、んでここがありますからレンズとか入れてここで交換したりとかできる。すごいですね。よく考えられてるわ。これはここは、ね、落ちないように棚みたいになってるってことなんですか。そういうことですね。ちょっとシルバニアファミリーみたいでいいじゃないですかね。こうね、レンズって基本こうやって使うものっていうイメージないですか、うん、それをあえて縦にするっていうのは、はい、どういうことなんですか。これが結局写真家さんのご要望で現場で行くとなると地面のところとかちゃんとした交換できるスペースとかも欲しいじゃないですか。確かに森の中だとか、はい、まあ、ちょっとぬかるんでるところとかだと、はいはい、レンズどこに置くかありますよ ね、落下防止にもちょっとなりますし、いやしかもこれこの取っ手だと思ってたのが足だったってことなんですね。そういうことです。だからこう下に置いてもまあかなりしっかりしてるし、ここだけでも安定性がある。しっかりしてるし汚れもここの部分しか汚れないってことですよね。わ、これめちゃくちゃ考えられてんな。ちょっと常識を覆してませんこれ。いや、すごいですよね。これ考えなかったな。これこっちの絶対いいでしょ普通に。これはまだ発売されてないんですね、はい、これまだ参考出品なんで、ここの部分は。あ、こうやってこの会場で皆様のお声をいただいた上で改良とか多分されると思いますので、よりいいものになると思いますので。うわー、なんかできるの楽しみですね。いや、すいません、あの急に。ありがとうございます。すごい面白かったです。新しくインカムが進化したらしいっていう話を。インカムが進化した、はい、お、めっちゃいいじゃんそれ。現実になっているっていう。なにこれ、ん、なんか覗けないですよ。え、マジでこんなの撮れんの。